こする、こする。ジャサッラオ。この鍋は固いたわしでこすると傷がつく。さする、さする。スワボ。気持ちが悪かったので背中をさすってもらった。撫でる、撫でる。スワ、スワドウ。日本人は小さな子供を褒めるときに頭を撫でることが多い。いじる、いじる。チャンバオ、ヌイ。髪の毛をいじるのが彼女の癖だ。かき回す、かき回す。ホイ。スープを火にかけ、焦げないようにかき回す。つむ、つむ。ガッ、ガッホア、ブッ、ブッホア。花をつむ。つまむ、つまむ。ガッ、ナム、ビッ。ひどい匂いに思わず鼻をつまんだ。つかむ、つかむ。バッ、トーン。警官は逃げようとする犯人の腕をつかんだ。ねじれる、ねじれる。ビッソン。満員電車で押されてネクタイがねじれてしまった。ねじる、ねじる。スワン、ワッ。ペンチで針金をねじって切る。ひねる、ひねる。ワッ、ワッ、ボイヌーク。蛇口をひねって水を出す。ちぎれる、ちぎれる。ルッ、ザイッ。みんなで引っ張ったので紐がちぎれた。ちぎる、ちぎる。ヴォー、セー。レタスは手でちぎった方が味が染み込んで美味しい。束ねる、束ねる。ブォー、ボー。古新聞を束ねて回収日に出した。仰ぐ、仰ぐ。ゴア。エアコンを使わず、うちわや扇子で仰いで夏を過ごした。くむ、くむ。も。バケツで井戸水をくむ。加える、加える。が。子供は指を加えて、羨ましそうに友達のおもちゃを見ていた。舐める、舐める。リアン。うちの犬は嬉しいとき、すぐに私の顔や手を舐める。うつむく、うつむく。ニンスワン、グイダオ。その子はいじめられても、黙ってうつむいているだけだった。ハウ、ハウ。ボー、チュアン。敵に見つからないよう、はって進んだ。くぐる、くぐる。vượt qua, lách qua。のれんをくぐって店に入った。ささやく、ささやく。thì thầm, nói thầm。ちょっと来て、と田中さんが耳元でささやいた。わめく、わめく。gào thét。夜中に通りで誰かが大声でわめいていた。言いつける、言いつける。khiển trách, mách lẻo, yêu cầu。母は姉に掃除をするよう言いつけた。打ち明ける、打ち明ける。mở lòng, tâm sự。過去の過ちを親友に打ち明けたら心が軽くなった。見かける、見かける。人体、状態。昨日街で課長が家族と歩いているのを見かけた。
見分ける、見分ける。分別。ひよこのオスとメスを見分けるのは難しい。見渡す、見渡す。nhìn qua, nhìn được hết。山に登って平野を見渡した。見落とす、見落とす。bỏ qua, bỏ sót。レポートの誤字や脱字を見落として提出してしまった。乗り過ごす、乗り過ごす。lỡ chuyến tàu。本に夢中になっていて、一駅乗り過ごしてしまった。乗り越える、乗り越える。leo qua, vượt qua。泥棒は塀を乗り越えて侵入したものとみられる。歩む、歩む。bước đi。グループ解散後、三人は別々の道を歩んだ。持つ、持つ。kéo dài được, có thể để được trong bao lâu? 卵は冷蔵庫の中でなら10日以上持つ。保つ、保つ。giữ, duy trì。この部屋はコンピューターにより20度に保たれている。気づく、気づく。水準。この城は17世紀に築かれたものだ。耐える、耐える。ずん、ずんらい。山本先生の話は面白いので、いつも授業中笑い声が絶えない。立つ、立つ。カッ、ちょむず。両国は国交を断つに至った。途切れる、途切れる。dừng lại, bị trì hoãn。車の流れが途切れないので、道が渡れない。途絶える、途絶える。dừng, ngừng。登山隊からの連絡が途絶えた。遭難した恐れがある。下る、下る。được xử lý, giáng xuống。一年にわたった裁判が終わり、被告に判決が下った。下す、下す。ザ・クエッディ。部長はいつも的確な判断を下すので尊敬されている。垂れる、垂れる。nhỏ giọt, trũ xuống。柳の枝が垂れている。茂る、茂る。sum suê, tùm。山は木が茂って暗いくらいだった。耕す、耕す。cày, cày。農家は田畑に肥料をまいて耕す。生かす、生かす。tận dụng。得意な英語を仕事に生かしていきたい。拒む、拒む。từ chối。組織の人間である以上、理由なく移動や転勤を拒むことはできない。強いる、強いる。bắt buộc, ép。同窓会館の改築のために寄付を強いられた。禁じる、禁じる。cấm。20歳未満の飲酒は法律で禁じられている。競う、競う。cạnh tranh。参加者たちはコンテストで技を競った。任す、任す。đánh bại。
彼女は将棋が強くて何度やっても負かされてしまう。やっつける、やっつける。ちょもちゃ、げっりょう。敵を徹底的にやっつけた。励む、励む。努力。オリンピック出場を目指して毎日練習に励んでいる。捉える、捉える。なんるく、なんばっ。上手な似顔絵はうまく特徴を捉えて描かれている。捉える、捉える。バズ。店員たちは協力して泥棒を捉えた。かばう、かばう。バウチェ、チェチュ。彼は罪を犯した恋人をかばって警察に自首した。からかう、からかう。ちゅうちょく。私は何をやっても不器用で、よく家族にからかわれる。襲う、襲う。転工。銀行が強盗に襲われ、1億円奪われた。上がる、上がる。ゼレン、ルクネウザ。司会者が意見を求めると、多くの手が上がった。あげる、あげる。ゼレン、ヌンレン。賛成の方は手を挙げてください。雇う、雇う。推、薦。この工場は新たに5人の従業員を雇った。養う、養う。内蔵、補助。彼女は一人で家族を養っている。交わる、交わる。ザオ、ガッ。線と線が90度に交わった角を直角という。交える、交える。ちょ、レン。仕事上の発言に私情を交えてはいけない。よこす、よこす。gọi điện, gửi, gửi email。最近、父がしばしば私に電話をよこすようになった。焦る、焦る。cuống cuồng, cuống hết cả lên。遅刻しそうで焦っていたので、大事な書類を家に忘れてきてしまった。せかす、せかす。回復、族。外出しようとする母親は、小さい子供を早く早くとせかした。耐える、耐える。chịu đựng。ダイエットの一番の課題は、空腹に耐えることだ。ムッとする、ムッとする。bực mình, sưng xỉa。しつこくからかわれてムッとした。ゾッとする、ゾッとする。ゲーゾ、ゾンミン。先日自転車で転んだ。もしあの時車がそばを走っていたらと思うとゾッとする。ギョッとする、ギョッとする。kinh ngạc, giật mình。夜道で突然声をかけられ、ぎょっとして振り向くと、おまわりさんだった。狂う、狂う。癫狂、mất trí。彼は嫉妬のあまり、気が狂ったようになってしまった。照れる、照れる。ngượng ngùng、lúng túng。先生に成績がいいのに謙虚だと褒められて照れてしまった。顧みる、顧みる。nhìn lại, hồi tưởng。
毎晩日記を書いて我が身を顧みることにしている。顧みる、顧みる。Nhìn lại, hồi tưởng。 青春時代を顧みると恥ずかしかったことばかりが思い出される。心がける、心がける。主動、cố gắng。 健康のため十分栄養をとるよう心がけている。試みる、試みる。試合、いろいろ試みたが病気は一向に良くならなかった。案じる、案じる。quan tâm、lo nghĩ、lo lắng。 母はいつも単身赴任中の父のことを案じている。しみる、しみる。thấm、ngấm、bị nhiễm。 喫煙席に座ったら服や髪にタバコの匂いが染みついた。にじむ、にじむ。thấm、rò rỉ。この紙に字を書いてもインクがにじんで読めない。ぼやける、ぼやける。もり、にゃり。霧が出て視界がぼやけた。弱る、弱る。よ、びより。歳をとると足腰が弱ってくる。ふける、ふける。ザリ、あの人はしばらく会わない間にぐっとふけた。凍える、凍える。ドンバン、寒さで手が凍えて指がうまく動かせない。叶う、叶う。trở thành hiện thực。努力すればいつか必ず夢は叶うと信じている。叶える、叶える。 biến thành hiện thực、 thực hiện ước mơ。 彼はオリンピックで金メダルを取りついに夢を叶えた。かける、かける。 cá độ、 đặt cược。 若者たちは国を守るために命をかけて戦った。よし、よし。từ chối、từ bỏ。海外旅行に誘われたが、お金がないので今回はよすことにした。交わす、交わす。交流。朝、お隣の人と挨拶を交わした。にぎわう、にぎわう。đông đúc、náo nhiệt。夕方になると商店街は買い物客でにぎわう。受け入れる、受け入れる。tiếp nhận、chấp nhận。日本はまだあまり多くの難民を受け入れていない。